弓と矢を持ったベッタベッタ人は、スリランカの山間部で生活している狩猟採集民。正確には、ベッターと発音するが、無別語である。事象は、ワンニアレットで、森の民の意味である。人種的には、オーストラロイドやベッドイドなどと言われている。身体的特徴としては、目がくぼんでより彫りが深く、肌が黒くて身長であり、広く高い花を持つ。記録は、 ロバート・ノックス、正論投資に遡る。人口は1946年当時2347人で、バッティカロア、バドルッタ、アヌラーダプラ、ラトゥナプラに居住していたという記録が残る。1963年の統計で400人と記録されて、以後、正式な人口は不明で、シンハラ人との同化が進んだとみられる。民族史としては、セリグマン、CG& セリグマン、 B.Z.、E、ザベドス、ケンブリッジ、ケンブリッジユニバーシティープレス、1911があり、ベッダー像の原型が形作られた。現在の実態については確実な情報は少ない。伝説の中では、ベッダーは様々に語られ、奇麗にも登場する。南部の聖地カタラガマの起源伝承では、南インドから来たムルガン神が、ベッダに育てられた、ワッリアンマと、 七つ方で出会って結ばれて結婚したとされる。ムルガン神はヒンドゥー教徒のタミル人の守護神であったが、シンハラ人からはスカンダクマーラと同じとみなされるようになり、カタラガマ神と呼ばれて人気がある。カタラガマはイスラーム教徒の信仰も集めており、民族や宗教を超える聖地になっている。8月の大祭には、 多くの宝越の行者が聖地を訪れて、日渡りや串刺しの時刻儀によって、岩ほどきを行う。一方、サバラガムは州にそびえるスリーパーダは、山頂に聖なる足跡があることで知られる聖地で、仏教、ヒンドゥー教、イスラーム教、キリスト教の共通の巡礼地で、アダムスピークとも呼ばれるが、もともとは、ベッダの守護神である山の神のサマンを祀る山であったと。 推定されている。古い心臓は白臓に乗り弓矢を持つ姿で表されている。サバラガムワは狩猟民の土地の意味であった。古代の歴史書マハーワンサによれば、初代の王によって追放された土地の女シ者のクエニーとの間に生まれた子供たちがスリーパーダの山麓に住んだというブリンダー族の話が語られている。その子孫がッ途ではないかという。また、 東部のマヒアンガナは、現在でもベッタの居住地であるが、山の神のサマン人を祀る例はあれがあり、毎年の大祭には、ウエッタが行列の先頭を歩く。伝承や、儀礼の根底にある、山岳信仰が、狩猟民ベッタの基礎文化である、可能性は高い。なお、民族文化の中で、一切の楽器を持たない希少な霊に属する。ありがとうございます。